石事務作業補助者ドクターズクラークってどんなお仕事？医師や看護師をサポートし医療職の業務を支える仕事、それが医療事務医療秘書の専門職のクラークです。今回はその中でも医師事務作業補助者ドクターズクラークについて詳しく見てみましょう。医師事務作業補助者ドクターズクラークのお仕事とは、これまでは医師が行うことが多かった書類作成やカルテ入力、検査の予約と案内、カンファレンスの準備など医療行為以外の事務的な業務を医師の指示のもとに行う仕事です。診療以外にたくさんの事務作業を抱え、長時間働くことが多かった医師の負担を減らし、本来の診療業務に集中するために導入されました。医師の本来の業務とは、患者さんに対しての診察、治療、検査、手術などの診療行為です。しかし医師はこれらの業務に関連する様々な業務を抱えています。待ち時間だけが長い割に診察時間が短いとか、顔を見ずに診察して書き物ばかりしているとか、診察の不満について聞いたことはありませんか？診察という業務だけを見ても多くの時間を診察以外に当ててしまっているのです。例えば診察の記録を残したり、検査の指示書の作成、処方箋の作成、入院患者さんが退院される時に作成する書類、患者さんから持ち込まれる多種多様の診断書の作成、退院への紹介書の作成など、実に多くの事務業務を抱えています。さらには医師や看護師で行うカンファレンスの準備や、行政に提供するデータの収集整理、提出書類の作成などの業務もあります。こうした業務に充てる時間というのは、医師自身で捻出するしかなく、結果として長時間労働を余儀なくされているという状況がありました。長時間労働によって診療行為にまで影響してしまい、医療の質の低下につながっているという指摘もあったそうです。この悪循環を断ち切るための策として登場したのが医師事務作業補助者の設置です。医師は診療業務にできる限り集中する。医師事務作業補助者ドクターズクラークは、医師の指示のもと医師の事務業務を補助する業務を行う。このように担当を分けることで、最終的には患者さんにとっての医療の質を担保するという好循環を生み出すことが可能になります。この医師事務作業補助者ドクターズクラークを設置している病院では、配置される人数に応じて保険点数が加算できます。これにより医療機関側も安心してこの制度を活用できるようになっています。このように国も後押ししているのが、この医師事務作業補助者ドクターズクラークの仕事なのです。京都栄養医療専門学校の病院受付クラークコースでは、目指す仕事に向けて自分の強みを持つために、さまざまな資格取得に挑戦しています。秘書系や一般事務系、医療事務系の資格はもちろん、医師事務作業補助者事務能力認定試験という医師事務作業補助者ドクターズクラークに直結する資格もあります。もっと詳しく話を聞きたいや、こんな悩みがあるんだけどという方は、オープンキャンパスや個別相談を随時開催しておりますので、概要欄からチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。